どうも、はずめです。タバコ九州タワーと大木です。今日はポップアップストアダンの初日から4日まで大木さんと高尾さんにいてもらって、まあ、最初はねちょっとお手伝いっていう感じだったんですけど、はい、もうがっつりあの接客もしていただいて、はい、で今日最終日なんですよね、4日がね、いてくださる、はい、ということで、一応ちょうどこの4日に以前動画で紹介したもの以外に、まあ、新商品であったりとかちょっと追加のものであったりとかが届いたので、それをちょっと九州タオルのお二人と、まあ、試着とかをしながら紹介していこうかなと思います。お願いします。事前に告知してなかったんですけど、あの結構初期の時にモックネックの半袖の T シャツを紹介したキャンバーが結構入ってきて、今僕と大輝さんが着ているこのハイネックの中に着てるやつですね。これロンティーなんですけど、色がグレーと大輝さんが着ているこのネイビー、これ S と M あります。このグレーは M しか今なくて、で僕が着ているこの黒のやつが朝はね届いたばっかりだってあったんですけど、今日営業中に全て売れてしまいまして、ちょっと今ネイビーとこの色だけ2のみになります。で同じくキャンバーなんですけど、あの8オンス、僕が前動画で紹介したモックネックの T シャツと同じ素材の、これビッグ T なんですけど、ポケ T の XXL サイズ、ブラックのみで何着かあります。ちょっとこれ高尾さん着てみてもらってもいいですか。着ます。こんな感じですか。いい感じ、ストリートっぽくも着れるし、合わせ方によって結構モードっぽくも寄せられるかなと思います。いいですね、超好みです。正直。そして、はい、キャンバーもう一つだけ入ってきてて、プローバーのパーカーがネイビーとグレーで入ってきてます。大輝さん、はい、グレーを着てみてもらってますか。はい、これで M サイズですね。結構ね、ボリュームはありますね。硬さもあるんで。意外と M いい。はい。はい。はい。そして、最後がリカルドメッサの別モデルなんですけども、今、僕らが3人、見えないんですけど、履いてるパンツで、ちょっと髪の位置変えます。そう、このパンツなんですけど、あの前、そのチノパネの動画で紹介したワンタックワイドトラウザー、の形はそのまま一緒で、生地だけ春夏用の生地でポプリン素材なんですけど、ちょっといわゆるシャツとかに使われるような、まあすごい細い糸を使ったコットンですねの生地を使ってます。なんでまあかなりこれからの時期に涼しく履けるんじゃないかな。なんかシャリ感が、シャリ感ありますね、うん、ありますよね。で色味もねすごい春っぽいというか淡い色で、でウォッシュもかかってるのでなんか絶妙な薄い色してるんですよね。同じチノパンとかであるようなちょっとベージュっぽいやつも少し薄めのベージュで、これも軽く履けていいのかなと思います。色が一応このホワイトベージュで、高尾さんが履いているオレンジ、これもね結構いい色なんですよね。ミントっていうちょっとグリーン、薄いグリーンですね。それから大輝さんの履いてるスレートっていうちょっと薄いブルーですねとブルー、それから僕が履いている、まあ、ちょっと薄めのグレーですね、チャコールの7色今回取り扱っています。サイズいくつでしたっけ。46です。みんな46ですね。180cm 前後、65kg 前後、サイズ46着でこんな感じです。なんか3人でね履いてみた結果、ロールアップするよりはあえてちょっとね裾にたまらせて履く方がバランスがいいんじゃないかという結論に達しましたので、よかったら同じような履き方で試してみてほしいなと思います。お値段はチノパンと同じ1万8000円です。1本あったらすごいありがたいですね。そうですね、これからの時期1本あると嬉しいですよね。うん、はい、ということで、はいはい、今日は九州タウンのお二人と、はい、まあ、本日ね、ちょうど入荷した商品を一緒にご紹介させていただきました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたか、あの4日間、旅行に立ってみて。いやー、すごく、ね、なんかやっててよかったなと思える動画を。はい、そうですね、4日間でした。なんか、来
来てくださるほとんどの方々が僕のチャンネルももちろん見てくださってますし、九州タワーズさんのチャンネルも両方見てくださってるという方がほとんどで、まあ、一緒にお写真撮ったりとか、まあ、それぞれ一人ずつ接客させてもらったりとかして、なんかより一層今後もね動画上げていかなきゃなっていう思いが改めてやる気が僕はそうですね、まあ、今後も入荷してきた商品などはまた動画でお知らせいたしますので、すでにね結構完売の商品とかもあって、あの所作の別注のシリーズであったりとか、あとトリーレザーのフックのベルトであったりとか、あの辺がもう初日2日目ぐらいでほとんど数がなくなっちゃったので、なるべく再生産とかできるものに関してはあの揃えていきますので、また動画でお知らせしたいなと思います。僕も楽しみにしてます。ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。